はい、こんにちは、こんばんは。今回はホンダ CBR650F こちらのですね、メンテナンスをする際の外装の外し方を少々、まとめてみました。まあ、外装外すといってもですね、アッパーカウルと、タンクは外しません。まあ最低限ね、エアクリーナー変えたりとか、プラグを交換したりとか、冷却水を交換したりとか、それに、まつわるですね、必要最低限の外装を外す範囲となります。まあ、ちょっと参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、シート下のですね、サイドカウルから外し方、まあ、外れてるんですけど、ちょっと説明していきたいと思います。この爪、要注意でございます。パチンって入りますんでね。でこっちにも、パチンって入る、爪があります。プラスネジのプッシュリベットになりますね。広がるやつです。ここのプッシュリベット超外しづらいです。でベルクロです。こんな感じで、固定されています。ここの爪を先にパチンって入れておくと入れやすかった感じですね。まあ、ちょっとね、我流なんであれですけど、もうよくこんなのも本当作りますよね。もうつけづらいたら外しづらいったらあれしない。ベルクロ、プッシュリベット、爪で、ここのプッシュリベット超取りづらいやつですね。でここ爪って感じでございます。この内側のプッシュリベットとかも本当やめていただきたいですね。非常に外しづらいです。中の芯が落っこっちゃってですね、探すのに苦労しました。でこんな部品点数で止まってますんで、固定してやってください。今プラスのプッシュリベットがこんな裏側にありますので、こちらね、ご注意ください。はい、メンテナンス何をやるんでも外さなきゃいけない、ミドルカウルですね。ミドルカウル外してからじゃないと何もできません。こちらにですね、樹脂のボスのようなフックのようなものがありましてですね、まあ、後で動画で見えますけど、そこを引き抜かなきゃいけないんですよ。結構、ちなみにパワープレイです。ボスの位置をですね、近いところで引っ張ったり押したりするとですね、力が加わりやすくて、外しやすかったり挿入しやすかったりすると思います。でまあ、ウインカーを外して、これですね、こちらのこの樹脂のですね、パッチンっていうボスがありますんで、こちらを入れたり抜いたりするの、これがちょっとですね、苦労するかと思います。です。でまあ、固定されてるのはあと前方に1箇所で、まあ、先ほど言った、この樹脂のボスですね、こちら2箇所ですね。であと背面側に1箇所で、あとまあ横っちょですね、あと前の方にも、まあ、結構ちょこちょこ止まってますんでね、外しづらいですね。まあちょっと部品点数多いです。今ちょっと逆側に移りましたね。まあ、つける手順をちょっと説明していきたいと思います。先ほどのボスの位置をですね、めがけて軽く挿入しまして、位置をだいたい決めたら、ぐいっとそのボス周辺をこのように押してやる感じですね。まあ、意外とコツを得れば着脱楽なのかなとか思いますけどね。で引っ張るときも同じくですね、その隙間に指入れてですね、ぐいってやると、外しやすかったように感じました。で次ですね、アッパーカウルのサイドのカウルですね、ここもですね、もうつけづらい、外しづらいですね。これ V 字に折れてる溝があるじゃないですか、ここを先に入れた方が入れやすかったと思いました。でここを入れて、あと上をちょっとね、沿わせるようにいくんですよ、スッスッスーと。で左手今添えてるところに爪が1個あるんですけれども、そこがスーパー入れづらいです。ちょっとなんていうんですかね、もうスライドさせながらバチンって入れていく感じなんで、ちょっと怖いですね。であとはですね、上側と下側2箇所をかぶせて、OK となります。まあ、前方のね、爪だけ気にすればそんなに難しいことはないんですけれども、初めて外す場合はちょっと怖いですよね。こちらこういう爪になってます。ここを最初に入れてあげるとよろしいかと思います。
先っぽを入れてですね、そこからで上側をパチパチパチっと入れてって、次下ですね、下がねちょっと入れづらいんで、こうスライドさせるようにしてちょっとパチンって入れないと入んないです。そうすると、このように入ります。であとですね、上と下かぶせて、完了ですね。意外と、苦労する感じでございます。でアンダーカウルですね、アンダーカウルはまあ冷却水変える時とかそんぐらいしか外さないでしょうけれども、まあ一応外しました。今右手で指さしたところがね、カウル側のステーに引っかかるようになってますね。こうちょっとステーがフックになってるの分かります？そこにですね、一応こう脱落防止というものなのか分からないですが、このようにですねペロンと引っかかって向こうの、凸に刺さるような形状になっております。このような感じですね。まあ、外装の着脱は全体的にはこんな感じですね。まあ、こうやって動画に残しておくとですね、また自分もやるときにもう一回見ればですね覚え書きになるので、地味に自分のためだったりもしたりもします。まあ、ちょっとね、外し方付け方、参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。